ただそのね、私たちは幸せの限度、不幸せの限度を仕入れて、でそれを加工ね、できる、加工できるでしょ。で、結果を出せる。不幸せを、いや、不幸せの原因や、幸せの原因を仕入れて、で、それがフローしてきた時に、不幸せや幸せを感じる。で、それに対してそのアクションできる。自分の内部でね、自分の内部で加工できるわけ。で、それで結果、別のものに加工したり、反応させて、別の物質にしたりできるわけでしょ。そういう構造やね、生命体っていうのね。そういうね。で、ただね、その、歩く構造、生きた構造、生きてる構造ってやるもんですわ。ビフィズス菌とかの説明でも聞いたかな、あれも生命体やと。菌。で、ウイルスは、ウイルスも、そうやねんけど、ウイルスはその自分以外を加工しようとする。人の幸せ、人の不幸せをどうかしようとする。それがウイルス。で、私たちはちゃんと自分の中にやってきた、端的に言えばウイルスがやってきてんの。そのウイルスがやってきた結果を一生懸命加工してんの。それがウイルスじゃない、私たち、バクテリア出身の細胞生物たち。一種の細胞生物ね。バクテリアは、違う違う、ウイルスは細胞生物ちゃうん。むき出しの遺伝子。うちらは遺伝子が細胞、単細胞生物を加工して多細胞生物にして。うちらの遺伝子はそういう設計図や。卵子、お母さんの卵子を、こういう多細胞生物にする遺伝情報を持った遺伝子が人類遺伝子っていうわけよ。うちも人類やからね。ね。ところが、そういう生きた工場、歩く工場である私たちの中でも、やっぱりメーカーとしての人気の差は出るでしょ。どういう加工をなさる工場なんですかって人気が出るやん。差が出るやん。投資の差も出る。でしょ。株価みたいな評価額が差が出てくる。あの人は、ああいう原料、ああいうふうに加工してある人よって。ええー、とかって。変わってるなと。あの原料あんなふうにするって、いつも何、あの人は何を知るともあんなふうにキラキラねーとか、いろんな評価の仕方あるやん。で、時代によって、あるいは風俗、あるいは地域、あるいは文化、文明によって、どういう、加工、不幸せ、いや、幸せの原料を、どういうふうに加工していく人かっていうのの評価額は、時代でそうなんだね。今言った現、ね、状態、環境によって違うわけやん、階層によっても。この階層でこのタイプが受けても、この階層でこのタイプが受けるとかね、あるわけでしょ。そうやって、人一人一人の評価額が出てくるんだよ。な、こんなん偏差値つけられたら嫌やろ。あの学校行ったら、ああいう加工させてくれる人物に、育て上げてくれるわって。 助かるわね、それ、奥様とかってやってんの。 宗教学校やの、まさにな。宗教大学やの、まさにそれ。だけどな、じゃあ、不幸せの材料とか、幸せの材料を仕入れて、それ全部幸せにするんか。ていうか、幸せとか不幸せって言ったら、それ主観でしょ、本当は。ある人が不幸せと思うことでも、別の人とは幸せって思うぐらい主観って、一人一人全然本当はちゃうねんで。あんなんがええ音と思ってるやつもおん。人々主観はちゃうから、ね、もちろん押し売りかもしれない。ストーカーと押し売りっていうんだから、もともと。ストーカー、音の押し売りかもしれない。音ストーカー。落とすストーカー。あれじゃない、下げるトーラーか。上げるトーラーか。落とすトーカー。ギリシャ語みたいな。落とすトラス。落と、もういいな、めんどくさい。偉そうにウス、落とすとかウス。ソクラテス学派ですから、うち。こういうふうな言い方しちゃうね。少子化と。ちゅうな感じで人気差が出るやろ。あいつらはああいう格好しかできへん。人気ある？あの生き方は人気あるの？周りの評価が低いよね。
ような実例が今、今の時代はね。でも、戦争の時代になったら、あいつらめっちゃ人気なんだよ。まあ、日本におらんやろ。出撃するから。あいつらな、あの男。軍人に向いてんのやつ。喧嘩は弱い。でも、軍人に向いてんの、あいつらこそ。な、長安さんって爆破。戦車があって、列乱さんとか、あーって。軍人に向いてんの、あいつらめっちゃ。だから軍隊また復活させなあかんねん。ああいうやつは仕事ないの、魔の隊、実は。日本に。分かった？だから自衛隊もっと強化せなあかんで、軍隊せなあかんで、あいつら、ああいうやつらダメなんですよね。あいつら軍人しかできへん類型やん、実は。ストーカーって実は軍人しかできへん類型のやつに多いねん。ほんまやで。それともっとね、自分にとって不幸せって今まで評価していたことでも、成長になるなら、そういう評価下すね、自分の中である原因を。これは僕が悪かったんだ。それは自分にとって不幸でしょうよ。ね。ある出来事が自分にとって、これは自分が悪かったんだよと思うことは不幸かもしれない。本当か？幸せじゃないだろうけど。な。そういう物質にまず変換したところや。工場内部。で、これを次の工程でどういうふうにしていくかっていう、次の工程が始まる。その工程の工場も自分の体内に普通ある。その他人に委ねてしまうことも可能だが、いつもそれじゃ困るぞって言ってんの。